はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、今日も頑張って続きをやっていきましょうか。はい。ですね、クエストを前回受けてきたんですけども、その前に、今、チュートリアルをね、ちょっとやってますね。この辺ね、チュートリアルの4だったかな。アパート4ね。これ、とりあえず、まあ、ぼちぼちやって終わらせていこうかなっていうのと、あと、これ、昨日、受けてきた、ティア1の一層ですね。で、もう一個ね、もう一個クエストが、進行してて、これがね、多分、トレーダーに行った時に、トレーダーに一番最初出会った時に発動する、クエストだと思うんですけど、トレーダーさんがですね、こんにちは、見知らぬ人、あまりうまくやっているようには見えませんし、取引する価値のあるものを持っているようには見えませんって、まあ、何にも買い取ってくれなかったんでね。フラッシュ版グレネードさえ持っていません。一体こんなに長く生きていたのを教えてあげるが、昨日配達員がトラブルに遭遇した時に運んでいた私の荷物を落としてしまった。それほど遠くないところにあるので、取りに行って返してくれれば見せてあげるよ。作り方を教えてください。めちゃくちゃ直訳になってくるね。あなたの命を作ってくれます。地図上のエリアを示しますね。だからなんか、ジェンさんの荷物を配達員が落としてきたから、多分だけど、ジェンさんのところに行った時に発動したクエストなんで、ジェンさんの荷物を配達員が落としてきたので、取りに行ってきてくんないかと。で、取ってきてくれたら、なんかの作り方を教えてあげるよっていう。違うのかな？フラッシュ版グレネードがもらえるのかな？フラッシュ版グレネードが何かわかんないけどね。これをくれるのかもしれないし、見せてあげるよ、作り方を。あなたの命を救ってくれます。なんか重要なものなのかな？まあこれは多分ラリーポイントに向かって、なんか落ちてんだろうね、荷物がね。それを回収してくればいいのかなと。いう気がします。あ、そうこうしてる前にチュートリアルパート5になったね。これはちょっと水を作るだけなんで、これやってしまうか。綺麗な飲み水。これね、そうそう。近くにいたらね、なんか、何 ?Wi-Fi 効果じゃないけど、チェストから出さなくても使えるみたいね。こんな感じでね。今持ってないけど作れる。これ、近くの、チェストに入ってるから。野菜サービングは作れないんじゃないか。あ、簡単なワークベンチ作りたいけどね。ちょっと待って、野菜はちょっと持ってないな。野菜は多分、あ、作れんの？あ、果物サービングか。野菜サービング。あ、じゃがいもがある。2個しか作れないよ。4つやれという、取ってこなきゃダメだね。取ってくるか。まあ、すぐそこら辺にあるでしょ。で、取っちゃったからもうなかったりして。そんなことはないな。あるな、多分。あ、これ開いてないの？開いてないんか。その辺に生えてなかった？人参かなんか、ここら辺に。あるじゃん、ほら、じゃがいもね。じゃがいも。サービングを作ってきて、もう一個かな。もう一個ぐらい。あった。これで、サラダ作る。サラダの後なんだっけ？サラダの後も、あれだっけ？クーラーだっけ？じゃんじゃん。あ、ログキャビンを送る。ログキャビンは土がいるんだよね。土持ってたかな、俺。1個あればいいよ、多分。1個あればいい。さっさとこの辺を終わらせてしまいたい気もするね。ジェンさんの荷物も取りに行ってあげたいけどね。はい。ログキャビンブロック作りましょう。これ作るだけで別に設置しなくてもいいんだよね。はい、できました。あ、ミルクボトルもクラフトしましょう。はい。じゃん。クーラーを収集する。クーラーここにあるんで、まあ、これちょっと取らなきゃいけないけど、中身出して、これ下取ったら落ちるかな？あ、落ちないね。オッケー。クーラーを設置する。はい。元あったところに戻しましょう。戻しましょう、ここに。はい。クーラー、青。あ、さっき青じゃなかったっけ？元に戻しまして、またしまっといて、この辺ずっと水が入ってんだよね。水。サラダはこっちだな。サラダ、肉。OK？ あー、プロテインを摂取。この辺は飯食うだけだね。飯食うか。これが多分、茹で肉はプロテインでしょ？どんだけ取れとは書いてないんだね。とりあえず取ればいい感じ。取ったでしょ。あ、取ったね。ビタミンは、
フルーツジュースで、あ、でもなんかもったいないね、今飲むのね。まあ、後にしようか。お腹いっぱいじゃんね。満腹だわ。サラダを食うと、食物繊維でしょう、これ。食、あ、もう食えないの？お腹いっぱい？あ、まあ、デブになってる。デブになったわ。そうか、まあしょうがないな。じゃあまあこれはそのうち、まあいつでも食べるだけなんでね。まあいつでもいいでしょう。これ解体できるかな？解体しよう。石斧はと棍棒はまあ持っとくか。壊れたら。あ、でも石斧はこれなんだよね、今ね。もっとつけてんだよね、これ。モッドをつけてるので、ついてない方を使うか。壊しちゃうか。壊れるまでやるか。はい。で、まあ、この辺はまあ食えばいいとして、どうしようかな。先にティア1の一層だっけ。一層か。一層やっちゃうか、先にこれ。ちょっとね、いろいろね、アイテム欲しいんだよね。やっぱアイテムっていうか、素材がね。そして、あんまりうろうろして残忍に走ってこられると、また命がないんだけど。HP バー出ない？ HP バーはやっぱり出ないな。なぜ出ないんだよいしょ。HP バーちょっとなんか調子悪いね。よいしょ。強いな。クラークもなかなかやるな。まあ、いざとなったらね、ピストルがあるんで、これね、この間拾ったピストル、いざとなったらね、まあ残忍走ってきたらピストル6発しか弾ないけど、ピストルぶっ放して倒れてくれたらその間に逃げようかなという、そういう算段をしてるけどね。もうさ、あいつに走ってこられる、一発殴られるとね、なんせね、硬直があるんで、殴られた時の、ダメージ受けた時のね、一発殴られたらもうね、逃げられないんだよね。本当に。残忍なんかだったら。残忍相手だとね、走ってくるから。まだ四つん這いのやつとかだったら、ねえ、なんとかなるんだけど、普通に二足歩行で走ってくる残忍だったらもう、ねえ、硬直期間の間にバカすか殴られて硬直終わらないからね。本当に。硬直終わらないで死ぬしかない。もう本当に。死ぬか、もう、やるか、それか。逆にね、叩きのめすか、叩きのめされるか。どっちかだよね、本当にね。まあ、ただ、さっき言ったように、銃があれば、銃ぶっ放して、ね、相手が倒れてくれたら、その隙にちょっと逃げられるんで。あ、これだ。これで直すんだ、これ。砥石なんだ。これ。あ、そういうことか。あ、なるほどね。砥石なんだ。砥石で直すんだ。そういえばなんかそんなのがあったら思い出してきた。思い出してきた。もうでもかれこれ1年ぐらい前だよね、多分ね。あ、ここだ。待って、警官が倒れてるけど。あんなところに。あんなところに警官が倒れてるけど。え、ずりずり動いてんだ、あいつね。ずりずり動いてるな。挑むか。戦い挑むか。こいつ。これ処理しとかないとどうしようもないね、こんなやつ。よいしょこいつ、ほっとくわけにいかんからね、これ。こっち向いたときに叩かないといけない。こっちだ爆発してくれたらいいんだけど。あ、来た、逃げろ。問う。爆発するときは一時立ち上がるんだね。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。まあ、とりあえず処理しとこう。こういうのはね。危ないから、危険だからね。はい、ということで、プロウィン・ペティス。何屋さんかわからんけど。あれ、でも閉まってそうだね、入り口はね。まあ、ティア1だから、大したことはない、だろうと思うけど、なんで入り口に、警官が、びっくりした。うるさいよ。うるさいよ、お前。倒せんの、これ。いで。やる気か、お前。やる気なのか、お前。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。スタミナがない。スタミナがないわ。スパイダーが参戦してくるけど。
参戦してこないでくれる？君。ちょっと、今忙しいんだけど俺。こいつをやるのに忙しいんだけど。あ、倒したでしょ。OK。OK、OK、OK、OK。はい。お肉いただいて帰ろうか。お肉重たいんだよね、でも確かね。肉ね、めっちゃ重いんだよな。これ相当、あ、77キロでした。もう重た。ウェイト何度？ウェイト。あ、でもそんな重くないな。何が重いんだ？ウェイト1、2。あ、これでも1個あたり 0.9 ってことかな。1個あたり 0.9 が15個もあるからめちゃくちゃ重たいっていう話。ねえ。だってもう70キロもあるんだけど、もう持てないじゃんっていう話になってくるんだけど。まあいいか。まあとりあえず行きましょうか。ダダンって、これもう一回あさろう。バールが入ってるかもしれない。この間ね、一撃で車に使ったらバールぶっ飛んじゃったけど、車に使っちゃいけないんだな、多分な。うん、そういうことにしとこう。なかったか。ちょっと肉が重すぎるんで。あ、そうでもないか。15か。あ、何が重たいんだろう。これでさ、こいつ、この車吹っ飛んでたら嫌だよね。あ、開いてるわ。よっしゃ、行くぜ。こんにちは。そっちか。二人か。二人。はいよ。はいよ。はい。さあ来い。よいしょ。オッケー。オッケーオッケーオッケー。あ、オタク目がね。着用しますか。ここは。着用、これボタン効かないんだよね。こうか。なんかクリック効かなくなってんだよね、これね。よいしょ。こいつは？あ、浮いとるやないかい、お前。あー、これはちょっと分解だな。もういらないな。ちょっとな。はい。スティックね、これ。スティック。あ、燃えてるね。燃えてますね。これ木？あ、これ木なんだ。木はやっぱりね、あ、植木鉢。木はちょっとね、貴重だよね。なかなか、丸太はさ、おーっと。野菜ジュースだ、野菜ジュース嬉しい。なんかやっぱ肉以外のものが摂取できるもののはいいよね。なんかね、肉っていうかプロテイン以外。プロテイン、肉をさ、取るのは割と簡単なんで、プロテインをね、摂取するのはね、それ以外が大変なんだよね。なんか野菜とかは。ビタミンとかね。あ、やった、野菜ジュース、ありがとう。ありがとう。だからその辺の栄養素を確保するために、このモッドは、農業をさせられるという。痛い。農業必須になってくるんだよね。その辺をね、その辺をクリアするために。入れ替わったのか？こいつ硬いな。死んだか。あいつ硬えな。よいしょ。足に当たったの嘘でしょ。危ねえ。暗。めちゃめちゃ暗い。なんでこんな暗く、あ、曇ってきたの？曇ってきたのか。すげえ暗いんだけど。見えないぐらい暗いんだが。ピカ。レベルアップしたの？あ、今日なんか宝の地図結構落とすね。みんなね。みんな宝の地図結構落とすんだよね。これでも殴れるんだっけ？一応。フラッシュライトでも。あ、これは、まあ一応もらっとくか。あ、ちょっと きついな。これで殴るのは。いや、ここは見たんで、ちょっとこの中も、漁ってきますか。いろいろね、やっぱ、最初だからね、物が欲しい。あ、唐辛子？チリ。チリ、唐辛子。コーヒー。コーヒーはね、なんかもうアンロックしててコーヒー作れるんだよね。鍋は一応持ってるけど、誰か来た？誰か来たね。向こう、外か。まあ、ほっとくか。おデブちゃんかな？おデブちゃん来ちゃったかな？オーブン、はい。炭かな？炭だった。ここは開いてないのか？開いてないんだ。っていうことは行き止まりで、6
解除も特にない。電子レンジは本来なら持って帰りたいところだけど、あ、こっから調べられるの、これすごいね。あ、壊したね。なんかなかなかの破壊力だな、おデブちゃん。来たか。あ、これはちょっと、あ、これはちょっとありがたいね。アシットとか。あ、来たね。やるな、お前。暗いけど、ここちょっと明るいから、まあ。ガシャーン、強っ。強すぎんだろ、お前。残忍ではないか、でも。目が光ってないの。目が光ってないから、まあ、残忍ではないか。こっち行こう。ここくるくる回ろう、ここ。よいしょ。走んのか走るのか。強いな、お前、やっぱり。あ、倒した、オッケー。はい、オッケー。あ、何も持ってないかな。なんてしょぼいんだ。よいしょ。あ、これ、外ですな。あそこはさっき、あれ？あれ、さっき漁ったとこ？違うな。これね。違うセダンだ。上があるのかな？上があるよね、多分ね。上に上がるところが向こう側に。あ、なんだこれ。ココナッツの種。あ、いいね。植えよう。どこでも育つのかな？こっちか。じゃあ、あとは。ピカ。ここは施錠済み。ここは空いている。あー、上か。あ、いるね。暗いんだが。暗い。距離感わからないよ。今日距離感わからん、マジで。見えない。おいしょ。おい。オッケー。オッケーオッケー。あー、ネズミだ。ありがとう。あー、ちょっと待って。こいつ潰しとかなきゃダメだ。よっしゃ。あなたはこれ以上この風邪をひくことはできません。風邪ひいたの？風邪ひいたんですか？風邪ひいたの？ 29 分。え、何これ？あるの？潰さなかった今。大丈夫？大丈夫ですか？風邪ひいてんの？これ。少し肌寒くなってきましたね。ああ、そういうことね。ちょっと寒いだけね。ちょっと寒いぐらいならまあ我慢してくれ。はい。ぼーって言ってるけど。あ、いた。こういう時はもう弓を一発打ち込むというのはどうですかね。一応鉄の矢が一発だけあるんで、しゃがんで撃っとく一応。来た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 。倒れた。回収回収回収。鉄の矢回収。はい、オッケー。やっぱ頭に鉄の矢一発当てると、だいぶ結構なダメージみたいですね。ねえ。ピカー。はい。ああ、まあ特になんもない。便所ピストルは、あ、ビタミン剤だ、やったね。便所ピストルない。便所ピストルないか。便所ピストル。あ、りーん。燃えてる音がすんだ、上だね、多分ね。ドアがいっぱいあるんだけど、これ。ここにもあるんだけど。あ、ここもトイレか。いる？あ、いない。あ、いないわ。このカバンもうちょっとたくさん入ればいいんだけどね。あんまり入んないんだよね、残念ながら。あんまり持って帰る価値があまりないかもしれない。いけるね。あ、薬棚だ。Z ウイルスの。ああ、蜂蜜だったか。さすがに Z ウイルスのあの薬はないか、そう簡単には。じゃじゃん。あ、ちょっと明るくなったね。あ、ちょっと明るくなったぞ。ありがたい、ありがたい。俺はありがたい。ハンガーハンガーハンガーね。スティックがめっちゃ溜まってくるけど、まあ溜まってきてもいいよね。よいしょ。ちょ、全部漁っていく。なんだこれ。あ、ジャンク品か。あ、ここ燃えてるんだ。
なるほどね。そこの音か。コーヒーめっちゃ取れるな、なんか。コーヒー 5個も取った。あかん。あ、上だ。上だね。ここは？え？落ちてくる？上がった方がいい？これ。どういう感じ？飛び降りる感じか。飛び降りると下にいるのか。そういうこと？ねえ、おっちゃん。おっちゃん、そういう、おっちゃん、そういうことっすか。あ、いるいるいる。二人か。これちょっと石の矢で、石矢組んで、ちょっと、頭に当たらんからダメか。あ、当たるか。当たりそうな雰囲気だな。あ、無理か。無理かな。無理か。無理か。これ微妙すぎるか。あー、微妙すぎるな。飛び込む？他にもいたら嫌なんだよね。飛び込むのはいいけど。よいしょ。こいつらだけならまあいいけど。あー、でもこいつらだけか。いた、危ねえ。危ない危ない危ない。こいつらだけならまあ許してあげよう。OK？ はいよ。あ、倒した。OK、倒した、倒した。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。ナイス。まあ、ティア1だ。あ、やった。哲也くん補充。哲也くん補充しました。あれ？取れてない？補充してない？あ、二度あさりした？ひょっとして。あ、二度あさりした。ラッキー。二度あさりできるんだよね。なんかこれ、ね。上手にやると。死体になる前に、興奮剤って、あ、興奮剤もあったの、そうか。死体になる前に、なんか5話になる前に、探索かけると二度あさりできたりするんだよね。こういう道具箱にバールが入ってたりするんだよ。地味にね。入ってなかった。入ってなかったか。あ、そうですか。こっちは、バリバリっていく感じ？バリバリっていきそうだね、なんかね。先にこれもらっとくか。じゃん。マグナム弾はね、持ってないんだよね。マグナムをね。マグナム持ってないからな。電子機器。電子機器なんだろう、スタンバトンとかかな。じゃん。あと、本だった。ありがとうございます。はーい。期待してる、ここに。期待してるぞ。はず、またマグナムか。マグナム弾、マグナムないんだけどね。じゃん。なんだこれ。8日カリウム錠。何するんだろう。こんなのあったっけ前から。8日カリウム錠、どこ行った？どっか行ったぞ。あれ？え、どこ行った？8日カリウム錠。なくなったことない？あ、スクロールするのか。あ、そうだ、スクロールするんだった。そうだった。このモッド、このモッドスクロールするんだった。今思い出した。Z ウイルス感染 0% ウェイトレーデンで使う。え、なんかの素材じゃないのこれ。ヨーカカリウム錠、何すんの？なんかの素材じゃないんですかこれ。0% だったら全然効かないじゃんね。なんもね。あ、待って。説明を見よう。放射線を吸収するのを防ぎ、放射線の吸収、あ、なるほど、なるほど。放射線から守ってくれ。まあ確かに放射能のマークついてるもんね、ここにね。そうか、そうか、そういうことか。放射線の影響を半分にしてくれるんだ。なるほどね。ハズマットスーツ着たくないときに、これを着て頑張るっていう話か。ねえ。そういうことですか。はい。一応全部回収したので、帰りますか？あー、なるほどね。これをさ、昔はこれを、あ、でもレンチがないからダメか。バリバリバリ、あれ、バリバリしないの？バリバリするんかと思ってた。落ちるのかと思ってたけど、落ちないね。ハンガーか。ボト。こっから入ってきたんだっけ？よっしゃ、帰るか。モテる？大丈夫？あ、大丈夫だね。よっしゃ、帰ろう。なんか、
なんかいい、特にいいもんは取れなかったけど、まあまあまあ、まあいいよ、特に収穫はさほどなかったけど、まあでも、まあでも、これ、報告すればお金もらえるし、とか言って、自分を納得させる。お金もらえるしとか言って、自分を納得させていく。はい。ここもちょっと、まあご飯、お腹空いたら、ご飯必要になったらここあさるか。まあ人参いっぱい入ってるね、この裏ね。へえ。はい、ジェンさん行ってきたよ。トレーダーもボコボコボロボロだけどね。警官のせいで。この辺とかもう吹っ飛んじゃって、もうあの扉もなくなっちゃってるけどね。ここにあった車が吹っ飛んだんだろうな、多分。あ、ジョーがいる。ジョー。あ、じゃあしまった。タイミング。OK 。タイミング大事よ。あの、古い。古いよ。あ、消えた。そんなボロボロの T シャツいらんわ。はーい、行ってきたよ。ジェンさん行ってきたよ。バッタの心構え。あ、ダクトテープ10とか。まあでも本だろうな。ここはやっぱり本だろうね。とりあえずね。うん。本読んじゃおう。もうちょっと一応仕事受けとくか。もう次はちょっとできないけど、あ、105とかいいね。近いところね。あ、46とかあるよ。If you do this for me, I will フェッツフード。フェッツフード。承認しよう。If you finish two more jobs this week, I will give you employee of the month. あれ？もういきなりダウンダウンつっていきなり始まったけど、どこ？俺んちじゃないだろうな。あ、隣か。隣か。はいはいはい。隣のハンバーガー屋じゃなくてコーヒーショップだ。ここだ。あ、じゃあこっちだ。これだ。お隣さんね。そうかそうか。ちょっと荷物を置いてくるか。それか。まあ、と、今日はこの辺しようか。もう夜になっちゃう。19時だからね。夜になっちゃうか。ちょっと、重たい。重い荷物が。まあ夜に、あ、誰か死んでる。夜になったら夜になったで、何があるんだっけ、あの、ちょっと待ってよ。よいしょ。ダメだ。スタミナがないとこれ、止めないんだよね。これ、あと次なんだっけ、これ。あー、お腹空いてきた。お腹空いてきたね。じゃあこれもう食べていいな、多分。サラダ食って、サラダ作ったんでね。サラダ食べて、え？中にいたのか。これ上がってきちゃうからね。上がってくるからな、普通に。上がってきてもいいけど、別に。来い。あれ？何やってんの、お前。上がってこないんですか？君。上がってこないの？当たったんじゃない今、頭に。それさ、紙だけどさ、あ、壊しやがった、こいつ。こけてる。こけとるやないか。あ、上がってくんの？上がってくるんすか？怖い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 。めちゃめちゃ刺さっとるやないか。あ、爆発すんのか、こいつ。倒した、危ねえ。そうだ、おデブちゃん爆発するから危ないんだよね。よいしょ。はい。ということで、おデブちゃんは処理したので、サラダどうしたっけ？サラダ食おう。多分、あ、ちょっと待って、あれ出しとくか、一応。サラダは植物繊維。食物繊維。これは食物繊維。食べ物だからね。これは食物繊維だ。これ食べよう。これで食物繊維は OK でしょ？あと、ビタミンだけど、ビタミン、これ飲んでもいいけどね。これ飲んじゃうか。これでビタミンいけたでしょ。じゃんじゃん。あ、OKOKOK。キャンプの準備再び、またやるのこれ。
寝袋を設置するストレージサックってなんだ？キャンプファイヤーを設置する簡単なワークベンチ。ああ、なるほどね。まあ、寝袋はいっぱい引いてあるんで、これ取ってまた置きゃいいでしょ。どこ行った？まあ、取って、また置けば良きでしょ。これ。はい、これでいいでしょ。クーラーを設置するは、クーラーもまた取って、取ってまた置けばいいでしょ。ね。はい。クーラーどこ行った？これか。で、また置きゃいいでしょ。で、ストレージサック。ストレージサックってなんだ？これも、もうこの、どれだっけ今。あ、こう見るか、こう見る。もうダメだね。腐るね、これね。ストレージサックってなんじゃい？チリは、種なのこれ。種じゃないのか。これは腐らないんだ。おほー。ちょっと待てよ。今一旦ちょっと荷物を、預けまして、じゃん。鍋は、あ、これ中何入ってる？あ、それか。これちょっと潰して、キャンプファイヤーもう一個作るか。キャンプファイヤー一個じゃ足りないんだよね。あ、作れないわ。あ、草がいる、草。草がないわ。草がなくて草だ。はい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 。もういい？もういいかな？ちょっと余分に取っといた方が本当はいいんだけどね、これね。ローズマリーも。埋まってる草も買っとくか、一応。こんなもんでいいか。アスファルトから草生えてんのすごいよね。よいしょ。ここの階段を壊したいんだけど、石斧じゃ壊すのにめちゃくちゃ時間がかかるから、壊せないんだよな。あ、そうそう、キャンプファイヤーを、作りたい。もう一個。一個じゃ足りないもん。あの、クラフトに時間かかるからさ、なんかいろいろね。なんだかんだすんのに。一個じゃね、足りない。ほん、足りないっていうか、めっちゃ時間かかる。めっちゃ、待ち時間がすごい。うん。まあ、すごいって言っても、2、3分の話なんだけどさ、2、3分でもなんかぼーっと待ってんの辛いもんね、なんかね。なんかやってればいいけどさ、夜とかさ、動きたくない時にさ、こういうのね、クラフトしたりするから。その間の待ち時間はね、相当長く感じてしまう。はい。ということで、こう言って、鍋持ってたよね、鍋ね。鍋を入れとくか、一応。はい。で、ストレージサックが、簡単なワークベンチは確か作れたね、なんかね。簡単なワークベンチ、これは作れる。ストレージサックってなんだ？ストレージ、サック。あ、これだ。あ、作ったね。これ、そういえばね。何がいる？ロープ、繊維ロープか。繊維ロープがあればいけんのか。了解です。繊維ロープ4つぐらい？あ、できた。ワークベンチ。ワークベンチどこに置こう。ここかな。ダダン。あったな、ワークベンチ。あ、武器、あ、石斧とか、あ、石ショベル。石ショベル持ってないの？作った方がいいね。ナックラップ、骨ナイフ、コンボ。あ、ここでスレッジハンマー作れるんだ。槍、鉄鋼、鉄鋼スピアアンロックしてんのこれ。すごいね。石の槍がアンロックしてないのに、鉄鋼スピアアンロックしてるってすごいね。あ、F、コンパウンドボーもアンロックしてんのすごいね。あ、壊れたやつがあった。あ、そういや、なんか壊れた、あれ壊れた木の弓持ってなかった？分解しちゃったっけ俺。あ、分解しちゃったか。壊れた木の弓なんか持ってたんだよね、そういえば。でさ、なんでこれ弓、あの、弓をさ、それを装備して一生懸命弓引けねえとかどうなってんだと思ったら壊れてるやつだった。というオチがありました。はい。じゃあ、これができたんで、さっきのストレージサックはどうだったの？ストレージ。あ、作れる作れる。カバン。よし、じゃあまあこれを作って今日は終わりにしとくか。これいっぱい物入るのかな？あんまり入らなさそうだな。あんまり物は入らなさそうだけどね。ねえ。なんだっけ。郵便配達のカバンみたいなやつね。なんて言うんでしたっけ、あれ。ポストマンバッグじゃなくて。なんて言うんだっけ。なんか、なんかありますよね。売ってますよね。そういうのね。
あ、できた。どれ？あ、これか。ストレージサック。設置しようじゃないか。ここでいいか。ババン。あ、まあまあいっぱい入るね、これ。これ、便利だね。結構入るじゃん。トランシーバーを収集する。来た。トランシーバーね。トランシー、それって、キャンペーン、キャンペーン2になった。バグアウトバックの中を探してトランシーバーような便利なものが入ってないか確認する必要があります。あ、そうなのね。バグアウトバックって何？まあ、どっかに入って、まあ、そのうち拾うってことか、トランシーバー。どっかに行ったらあるってわけじゃないのね。そのうち拾うからってことか。うん。まあ、じゃあ、とりあえず、もう21時か。もう夜になっちゃうんで、今日はこの辺にしておきましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録など、よろしくお願いします。大神さんでございました。またね。